広瀬栄理子は女子バドミントン選手である。兵庫県川辺郡稲川町出身。身長163センチ、体重54キログラム。血液型は A 型。右利き。稲川町立松尾大小学校。稲川町立中谷中学校。青森山田高等学校卒業。北京オリンピック日本代表。小学校にスポーツ少年団。 日踊りジュニアバドミントンクラブがあり、兄と一緒にバドミントンを始める。進学した地元の中学校には、部活としてバドミントン部がなかったため、小松ジュニアクラブにて練習を積む。中学3年生の時にようやく中学校側が、中学校体育連盟の大会に出ることを許可したため、初めて中学校体育連盟の大会に出場。全国中学生大会で、 広瀬の応援団は家族だけという中で第3位を獲得した。高校はバドミントンで強くなるために青森へバドミントン留学をする。1、2年生の時のダブルスでは中国からの留学生、要アイリンと組みインターハイで3年連続入賞。3年生の時には茨城県で開催されたインターハイで団体、シングル、ダブルスと3冠を期待されていたが、 ダブルスでは今、別府安代と組清水洋子、岡本望む両組に1から2で、負けベスト4止まりとなる。シングルスでも1学年下の平山優に1から2で、負け準優勝となる。その結果、三冠にはならず団体の優勝だけにとどまる。2003年に高校を卒業し、山陽電機に就職。インターハイでの三冠達成ができなかったのをバネに、したかのように、 全日本総合選手権で3位に入賞。2004年には全日本総合選手権の決勝でアテネオリンピック代表の米倉か奈子を下し、初優勝。2005年、全英オープンで3位入賞。9月、ハイデラワードで開催されたアジア選手権で銅メダルを獲得。2連覇がかかった全日本総合選手権の決勝では、米倉か奈子に負け準優勝に終わる。 2006年日本で開催されたユーバーハイでは日本の一員として出場したが準々決勝のオランダ戦で敗退。自身は第2シングルでジュディス・ミューレンディックスに1から2の逆転負けをした。全日本総合選手権では決勝で森香織を下して2年ぶり2回目の優勝。12月のドーハンアジア大会では世界ランキング1位のシャーン・カオルに赤敗したものの ベスト8に入った。団体戦では銀メダルを獲得。2007年にはシンガポールオープンで3位に入賞し校長であった。だがフィリピンオープンで右足肉離れを起こし世界選手権を欠場することになった。このコートマットは足が滑りやすく危険性を指摘されていた。病院に2週間入院し、退院後もイメージ通りの動きができなくなった。ネット前に ラッシュもできない状況が続き、全日本総合の連覇も途切れた。しかし、北京オリンピックに出場するためのポイントを稼いであり、BMF 世界ランキングが女子シングルスで15位であったため、北京オリンピックへの出場が決まる。そして、2008年の北京オリンピックでは、シングルス3回戦で、元中国選手で、フランス代表のピホンヤンに1から2で惜しくも敗れたが、 ベスト16となっている。同年から2010年まで全日本総合選手権3連覇を達成。2010年、ユーバーハイで銅メダル。8月、世界選手権では準々決勝で、同大会で優勝した王林に敗れたがベスト8。11月の杭州アジア大会女子シングルスで銅メダルを獲得。2011年、全英オープンで、 女子シングルスでは1979年準優勝の近藤沙織以来32年ぶりとなる準優勝。全日本総合選手権では4連覇を狙い、決勝では岡原希望と対戦する予定であったが、体調不良のため棄権して準優勝。2012年アジア選手権団体戦の優勝とユーバー杯での銅メダルに貢献。 ロンドンオリンピック出場は逃したが、ヨネックスオープンジャパンでは、同大会自身最高成績となる準優勝。2013年3月末をもって、パナソニックバドミントン部が急部となったため、ヨネックスに移籍。2014年12月の全日本総合選手権出場を最後に現役を引退。ありがとうございます。